こんばんは。こんばんは。わ、思いを届け。届いてるよ。ありがとう。こんばんは。そう、今日ハーフツインした。もう巻きが、巻きじゃないです。とりあえずですね、もう取れちゃいましたね。そう、今日はおハーフツインです。寒っ。こんばんは、やっほー。こんばんは。今日はハーフツインでした。こんばんは。久しぶりの通常公演っていうこともあって、めっちゃペンライト見えた気がする。嬉しい。ありがとうございます。見えてるよ見えてるよ。ありがとうございます。本当頑張れる、頑張れます。ペンライト見ると流星。そう、今日は流星だったんだけど、ユニット、そう、流星もなんかめっちゃ赤と黄色って感じで嬉しかったです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。ちょっと久しぶりでした。そうだね、なんか年始らし、年始ぶりらしいよやばくない？そう、年始以降ずっと生誕祭とか卒業公演だったらしい。続きすぎでしょ、逆にすごすぎ。それだけまあお誕生日メンバーが詰まってたのもあると思うけど。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。流星レベルアップしました。本当ですか？私前回やった時が本当にダメダメで、すごいなんか次やるのが怖くて今日がすごい怖くて大丈夫かなと思って、そう、すごい不安だったんですけど、なんとか歌いました。こんばんは。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。なんか明るめの曲調じゃないからさ、なんかどちらかというと静かめっていうか、本当になんか歌ってる一人の人がすごいバンって注目されるような曲だからなのか、すごい本当によ、なんかそれがマシマシで緊張して、でまあ歌うのもすごい難しい曲だから、そう、すごいね、マジで緊張すんのよ。もうどうなるかと思うぐらい緊張する。ギフトありがとうございます。ありがとう。
でも今日はすごいなんかお客さん客席なんか流星は本当にマジで集中っていう感じの曲なので、個人的に他の曲が集中してないとかじゃなくて、流星は特に本当になんか一回でも違うこと考えちゃったりとか、違うことっていうか、あ今のうまくいかなかったかもとかって思っちゃう、どんどんそっちの方に行っちゃう曲なので、まあ他の曲もありがちなんですけど、そうちょっとうまく歌えなかったなとか今間違えちゃったかなとかってか、そればっかり考えちゃうと余計にこううまくいかないこうゾーンに入ってしまうから、そうめっちゃ集中してるんだけど、今日は意外とでも客席を見る余裕があったような気もする、わかんないけど。ただ流星はねもう上手にしかいないので、ほぼほぼ上手のファンの方しか見れてないんだけど、そうでもすごいたくさんペンライトが見えて嬉しかったです。ありがとうございます、頑張れました、おかげで。こんばんは。本当は高いツインテールしようと思ったんだけどさ、流星だからやめた流星だからやめました。そうでも今日本当になんか全体曲、なんか普通にユニットに限らずだけど、すごいペンライトたくさん幕が開いた時からめっちゃ見えて嬉しかった、ありがとうございます。どの場所どのエリア見ても本当になんか振ってくれてる方がたくさんでありがとうございます。ありがとう、ギフト、ギフトありがとうございます、ありがとう。今日は固まってなかった、いや固まってたよ、あーありがとう、届いてるよ、ありがとう。なんか最善がねいっぱいいたんで、最いっぱいじゃないか、でも最善に前から3列目あたり3、4列目ぐらいが結構いたかも、3、4列目までがすごいなんかねいたって感じ、嬉しいですね、それだけ。まあ私だけを見に来てるかどうかは分かんないけど、私を見に来てくれてるわけであって、私のペンライト振ろうと思ってるってことでしょ、嬉しいよとっても。こんばんは。M1 でまず可愛いと思ったメンバーユーザー、嘘嬉しい、ありがとうございます。でも今日は本当なんかちかさんの自己紹介 MC だったんだけど、なんだろう、本当にエンジンの声が大きくて、それですごい自分自身もなんかとても気合が入ったっていうか、もっとよし頑張ろうって思った公演だった、いつも以上に。エンジンってやっぱ大事ですね、そう考えると声に出すことってとっても大事だねこんばんは。またアーカイブがもう日付超えたら見れるのでぜひ見ていただいて、そうあと今日ね、そう愛のホログラムもね、そう初披露だったんですけど、
マジで緊張した。エゾポの流星好きすぎて流星だと嬉しいんだけど、回を重ねるごとに上手くなってすごいねありがとうございます。嬉しい。そう、見送りでも結構なんか流星良かったよって声かけてくれる、流星やった日はそう声かけてくださるファンの方も多くてすごい嬉しいし、もっと頑張らなきゃなって思ってます。はい、そんな感じです。そう、愛のホログラムもね、そう今日初披露だったんですけど、チームエースバージョンどうだったかな。私もなんかでも集中してた集中してたっていうか、そんなんていうんですか、初めて初披露だったっていうのもあるし、本当に難しい曲なので、振りが難しいっていうよりかは一回多分間違えちゃうと取り戻せないから、そうすごいね集中してました。ギフトありがとう。愛のホログラムは本当になんかどんな感じだったか私も分かんないので、早く見たいって感じですね。はい、こんばんは。どうもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。プレイリストに松たか子さん入って嬉しかった。そう聞いてるんです。ちゃんと見てくれてるの嬉しい まあでも普段からずっと夏メロ聞いてるとかでもないんだけど、夏メロ聞く回数の方が多いかなって感じなんだけど、今日は全然ワンダイレクション聞いてました。移動中はワンダイレクションと何聞いたか、そんな感じ。そう、日によるって感じですね。こんばんは。精神グローミングでイズイズありがとう。そう、泉ちゃん隣だったからね。そう、精神グローミングの時思ったんだ、多分上手がね今日めっちゃいたかも。ペンライト赤と黄色めっちゃいたかも、上手に多いなって思った印象。嬉しいね、ありがとうございます。でもずっときっと来れてなかった方が多分いっぱいいらっしゃったからあれだよね、見に来てくれて嬉しかったです。こんばんは。
次は泉ちゃんの生誕祭かな、18にあるので楽しみですね。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。お腹空いたね。今日も本当に楽しかった、公園。楽しすぎました。今日の公園も。また来たいと思ってもらえるように頑張らないとね、私たちもね私配信で見てくれてる方も行きたいなって思ってもらえるように頑張ります。もっともっといいものを見せれるように頑張っていきます。こんばんは。え、もうテロップ出てる？10分とかに終わろうかな。意外と時間があれでしたね。出てたか、全然あれだった、見てなかった。あ、ギフトありがとう、ありがとうございます。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。あ、思いを届けた。ありがとう。届いてるよ。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。もうこの辺の毛がちょっと汚いね。こんばんは。劇場で見るより可愛い。劇場で見るより可愛い。嘘。生で見た方が可愛いって言われたいんだけど。ギフトありがとうございます。ありがとう。ゆずぽの音楽の趣味が気になる。音楽の趣味ですか。私もなんか何が。なんて言うんですか、私もなんかわかんない自分でも。けど歌詞はあんまり聞いてない、メロディー聞
聞いてます。そう、なんかあんまり歌詞をめっちゃ歌詞に共感するタイプとかではなくて、そう、音とかメロディーとか、なんかほんとここの音が好きみたいな、なんかそっち系で聞いてるか。もちろんなんか歌詞が好きな曲もあるけど、そこまでないかなって感じです。ツインテールめっちゃ可愛かった、ありがとう。今日はなんかこの間手綱でハーフツインしたから、今日ハーフツインエス公園でもしようと思ってしちゃいました。こんばんは。お腹すいた、もうペコペコだよ。いつものハーフツイン好きすぎます。嬉しいです。ありがとうございます。今日はでもね、前回とね、ちょっと低めにしたんだよね。もうちょっとやっぱ上の方が好きかもしれない。前回からこの辺だったんですけど、今日ちょっと低めにしてみたんですけど、あんまりでした。もうちょっと上の方が好きか。こんばんは。ジャネーズの髪型がいつも楽しみすぎ。本当ですか？次何しようかな。次泉ちゃんの生誕祭だからな、18日だけど、どうしよう、何がいいかな、迷いますね。こんばんは。高いツインテールとかしちゃおうかしら。生誕だしね、何やってもいいよね、ぶっちゃけね。本当に毛量が少ない、ハーフツインでこんだけしかないのやばいよね。しかもなんか普通のツインテールしたら下でめっちゃ長くなるし。こうなりますね。ツインテール、すごい、なんかセーラームーンみたい、セーラームーンみたいじゃない。まあまた18日の気分次第ってことで。気分次第ってことで、そろそろ10分なので終わろうかな。今日は公演終わりっていうのもあったからちょっと遅くなっちゃったけど、見てくれてありがとうございました。ありがとうみんな、今日もまた明日会いましょう。ありがとう、おやすみなさい、ありがとうございました。